1スタート。労働が長くなりました。緊張するね。こう労働が長いと緊張するわ。落ちてないね。聞かない。そろそろ引いてもいいんじゃないかなって思うんだけどさ、全然引かないっすね。ここだけ直させてくれまし。そのままリアクターのタスクやろうか。紫茶色は、はい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 、よしよし、平和平和平和です。いいわ、全然いいぜ。いいわね、最高よ。そうですね、初日はね、はーい、特に怪しい人も見なかったですよね。ですね、みんな固まってたと。うん、スキップですかね。はーい、はい、どうだよ。今の緊張するがインポスターだったら面白いな。サボタージュがならないあなた。いいね、誰もいない。わらわらしとるの。じゃあメトビのタスクしに行こうかな。あ、もうカメラ消えるの。やめとこ。怖っ。だいぶ右寄ってたな、だいぶ右寄ってたな、だいぶ右寄っててリアクターをしたのか。なるほど。あ、治った、早っ。助くないっす。もうね、色が覚えられないよ。ああ、はい、また、はい、O2 で死んでました。 O2、 はいはい、 O2 で、はい、アドミン見てる人とかいました？なさそうです。その前に茶色の最後の目撃ってどこで、誰ですか？茶色、茶色リアクターの時いましたっけ？いない、いないはず、いない、いないですね。2回目のリアクターはいなかったなんで、2回目はいなかったですね。ですよね。1回目いましたっけ？1回目もいなかったような、うん、1回目確か水色が多分右の方いて、茶色がウェポンのダウンロードタスクやってるのを置いといて黄緑と一緒にリアクター向かったと思うんです。オレンジ、はい、合ってます。ここがオレンジは最終目撃かな、茶色さん。うーん。多分右が。で、あれですね。
第一が O2 って言ってましたよね。はい、そうですね。だから時間的には分かんないって感じですかね。もっと最終目撃後の方を見てる人いればって感じですけど、見てないのリアクターの後見てる人いれば。オレンジと水色で一緒にアドミ見た時があったんですけど、その時オッズついてましたっけ。なんか右側に集まってることしか覚えてないですけど、はい、ごめんなさい、僕アドミ見てたんですけど、左エレクトリカルについて左の方しかちょっと見てなかったんですよね。あ、よく覚えてなくて、うん、2回目のリアクター鳴る時になんか右に寄ってんなって感じだったんですけど。なるほど、なるほど。一応2回目直したのが、うん、直しに行ったのが黒、青、あと誰だっけ、黄緑、白もありました。白もました、白。 OK です。ここ4人が直しに行って、で黒最終位置がカフェで、直前で青さんと、下から来る青さんだったかなと会ってます、うん、左か下から来る青さんと、うん、なんか変な追っかけっこしてましたねなので、まあ青黒はほぼほぼ白出せるのかなって気するんですけど、うん、まあできないかなって白も思います、うん、白もう一回した方がいいのかな、うん、正直押します、これどうします、これ押します、よがしてもいいのかな、まあ、でもな、どうだろう。これは絞られない気がするな。絞られない気がするな。何色いたか覚えてない。まあでもこんなところでドザキルはしないはず。ドザキルやだなそれ。怖いな。生きてるね、生きてるね、ロボ生きてるね。え？黄色か。下位置どこでした？セキュリティでカメラのカメラ見れるところの前で死んでました。セキュリティのカメラ前。はいはいはい。真ん前。どうだろうな。時間的にちょっとあんまり。なんとも言えないですけど、右側に黒、黄緑とは青かながいたんで、多分そこ3人は無理かな。ね、うん、はい。ここ3人多分無理です。あの、時間的にちょっと微妙なところありますけど、多分無理かなという。使わなければ。で、左側にいた人たちで、うん。確認したいです。アイティンクはカフェテリアに行った後、メッドベイのタスクを誰かが先にやってたんですよね。誰だっけな。あ、それシロです。あ、そうか。シロさんがやってて、ちょっと離れて、シロさんが離れてからタスクをやって、で、そしたら、多分、黄色さんが入ってきたので、怖くて、アッパーエンジンを通って、エレクトリカルの中でタスクをしてる最中に、リアクターが鳴ったので、そのリアクターを直しに、走ってる最中に通報が鳴った感じです。ロアあたりで。ってことは、最終他に見た人とかいます？黄色さんを。そもそもリアクター鳴る前に左にいた人って誰ですかね？右にいたのは多分オレンジと紫さんも右にはいたと、初手の方は。
黄緑の酒井さんをシールドで見たかなって気がするんですけど、はい、あともう一つ、コミュ様の時にいたのって何色でしたっけ。コミュは黒が直しました。はい、そうですね、見てました、見てました。オレンジ、青も見てました。青も見て、僕が、白が一番最後に来たぐらいですかね。白もそうですね、アドミン確かそのまま合流みんなしてるの、なんだろ、その後なのかな。だから逆にコミの時にいなかったのって、ああ、黄色とピンクと黄暗い、あ、監視カメラついてたりとかしたのって誰か覚えてますか。全然ついてたっけな。通信中とかに殺されてると思います。通信後宿見見てでカメラついてなかったんで、あー、そうなるかな、マジでわかんないな。ピンク、青が浮いてるんじゃない、浮いてるかなーって。浮いてますかね。これはもう一回押した方がいいかなと。どうでしょうね。今の話だけ聞くと、ピンクがね、めちゃくちゃ怪しいんだけど。ありがとうございます。ありがとうございます。これ詰めれる気がしてて、いや、ごめんなさい、どこだっけ、セキュリティの中ですっていうことの、あ、そうか、ゴミサボ中か、どうしよう、確かに誰ともすれ違ってないんですよね、困ったな。すいません、黄緑なんですが、はい、コミュサボ、治ったくらいに、コミュニケーションの方行きまして、その時にシールドあたりにいて、はい、黒青さんが右に行った後ずっと右手にいてっていう感じなんですけど、その時右にいる時にまだカメラがついてたんですよね。カメラがついてて、で 右でいくつかやってる後に、あ、カメラ消えてるなくらいでリアクターが鳴って発見って感じだったので、その後半10秒とかそれくらいで やられてると思うんですよ。あ、ってことは黄緑と何色だっけ、青と黄緑、青、黒ですかね、右側は、うんうんうん、なんか多分先に出て行ってカフェメドベイで会ってます、うん、いや、その前に他の白を洗いたくて、あ、わかりました。水色とオレンジと紫かながダウンロードとアップロードやってたような気が、うん、オレンジと紫が所定 O2 の多分タスクの方やっていて、コミサボを起端で下の方下ってるんです。オレンジは下ってシールドの方でダウンロード、あ、シールドじゃない、コミュニケーションか、コミュニケーションサボを直した後ダウンロードしてますね。オレンジと水色でダウンロードして、アドミン行った時に紫が行ってアップロードした記憶が、なので、あとは話聞くとピンクが白、うん、おお、目撃情報がないっていうだけなんですけどね。ピンクと白、コミュが治った後どこにいました。コミュが治った時は、あとは僕はカファイゴ、カフェ、最終カフェテリアですね。いや、最終まで、まあいいや、トリカルの中にいたんだと思います。そこにタスクがいっぱいあったので、うん、エレクトリカルの中にいてリアクターが鳴った感じで。そうです。とか、うん。ベントもありえるんだよな。シロはその最終カフェテリアまでにどこ行きました？最終、アドミン方面だか行ってないかなんですけど、そこら辺はあんまり覚えてなくて。見たような気がしなくもない。白かピンクボタン押してもらった方がいいですか。あ、もう一個ある。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、うん、そうなる。
おなるとぼ、誰かがベントで移動してるってことはないですか？いや、まあ、それもありえるんです。右に寄ってる時点で難しいと思いますね。ベントのことを言うと、位置的にピンクさんがやっぱり、ああ、本当だ、確かに。一番エレキってことは、はい。はい、でも、誰も出てきてなかったからな。白の院長さんに米直った後のカフェテリアに採集ってことだったんですけど、その間の話を聞きたくて。その間はもう、うん、アドミンによって、アドミンによって、で、もうずっ、位置情報を見ながら、まあ位置情報ちゃんと覚えてないんですけど、で、紫と多分すれ違っている。ああ、そっか、なんかアップロードしてるときに一人アドミンいた気がする。ので、それが僕だ。アドミンで白は見てますけど、うん。で、なので、反抗的にできないかなと。となると浮いてくるのがピンクだと思うんですよね。そうですね。ピンクがかなり。でも、でも、うん、自分から怪しい経路って言わなくないですか？いや、でも怪しくない経路が全体的に埋まってるから、別に。ので、消去法的にピンクなるかなと思うんですね。ピンクもしくはセルフのどっちかなんですよ、うん、今の現状、うん。で、今の時点です。ああ、でもセルフはあるか。うん、まあ、どっちかなんですけども、さっ、うん、報告ってどなたでしたっけ？紫ですか？紫ですね。紫ですね。死体との遭遇率高くないですか？なので、まあ、多分ここで多分一番黒いのってピンクと白だと思うんですよね。うん、そういう意味では。だったら、紫のセリフ、セルフじゃないですか。セリフもある。紫のセリフ、ちょっと薄いかなと思ってるんですよ、ね。なと思ってて。ユリアスペンの俺が言うのもあれですけど、誰とも会ってないので誰が怪しいとかが全然わかんないんですけど、これ逆にアリバイがないってところで、こちらからはそうなんで、そうですよね、黒っぽく、黒くは見えますけど、ローラーでもいいと思いますけど、ローラーでもいい、ローラーしちゃう、とりあえずピンクかしはとりあえず、あ、釣れちゃうんだ、するじゃん。白まで釣っときます？しよっかな、釣った方がいいからね。釣っちゃっていいです。釣るんだ、まだ焦る時じゃない気はするんだけどね。ここ黄色消えないんだけど。うまくせん、すいません、あれ。はい、すいません、レポートの中長くて下様子見に行ったら、ちょっと医療さんが押してくれました。はいはいはい、では白をおっちゃいますか。うん、疑わしきは処す。今だったらまだ釣れるのかな、釣れるとかローラーできるのかな。まだまあ6人盤面になって、どっちも白だった時がアウトだけど、多分連れてる気がする。浮いてるから、持って。うん、まあそうですね。だから僕は釣られても全然問題ないかなっていうところなんで。ただ僕も確かにアルバイが若干薄いので、はいはい、やっちゃってもらっても全然いいです。どうしよう、僕がいることによって、まあ、他最後場面怖くなるから、うん、あ、悩むな、すごい悩みますね。連れてるとしたら6-1になるのかな。あって、で釣られ、逆に釣られずに、
残ったら僕になすりつけてそのままアウトっていう可能性の方が怖いかもしれないんで、いっちゃってもらった方がいいのかなとところですね。うん、人気投票しましょうか。はい、うん、アイドルだ。記憶一票お願いしません。しないのかい。しなかった。入れるかスキップかって感じですね。はい。うん、はい、よ、あー、皆さんさようなら。当選おめでとうございます。あー、やめてー。当選なのかこれは。二郎警戒だな。ピン。タスクがやりたいです。ランプ分かりにくいな、暗闇の感じだと。はい、ストレージのゴミ捨てのところで黄緑さんの死体です。ストレージゴミ捨て、はいはい。でアドミン貯金見てまして、はい、セキュリティに2、ストレージに2ってついてたんですね。あと1は通路なのかな、わかんないです。あ、通路、水色が上回りしてたんで難しいかなと。で、うん、その時にあの扉閉まってたんです、ストレージが。はい、うんうん、扉閉まったんです。で、ね、青さんがアドミンの方を向かう方向、上の方にいて、でそこですれ違って僕が黄緑さんゴミ捨てのところで発見って感じで、青さんってどういう行動してたのかちょっと聞きたくて。はいはい。リアクターになった時にいたと言ってたのは多分見てもらってると思うんですよ。いました。はいはい。で下回りでエレクトリカルにちょっと寄ってから、ストレージを通ってアドミンであの例の端末を見てたのは多分他にもいらっしゃったかなって思うんですけど、カメラ見てて下に行った人って誰でした？ま、行った人。アドミンのトノジの話です。あ、いや十字路、リアクター前の十字路。あ、リアクター。下に行ったの。紫さん。水色と黒が違うことは覚えてるんですけど。なるほど。だいぶ青が。オレンジとちょっと青は覚えてないです。そうなると。うん、閉まった時にしたいたし。じゃあオレンジのコードちょっとバッと説明しちゃうと、ごめんなさい、リアクター中はもう完全にそのサポを無視してナビゲーションタスク1個終わらせて向かってるところでカフェテリアで解除されたので、はい、アドミンでアドミン情報をずっと見てました。でその時に情報で、はい、言えるのがセキュリティにあのストレージにっていう。はい。じゃあ黒も言うと、ちょっとこれ言うと若干黒くなるんですけど、最初初手下でストレージのゴミ捨てやって、その時死体なくて、その後に、まあ、やってる最中にちょうど、あれ、リアクターになったんでダッシュで行って、そしたらちょっと解除されたんで、そのままメトベイのタスク終わった時に、ちょうど上行ったらカメラついててそこで死にしてもらってると思って、水色も途中で見てる感じなんで、ここ二人はどうかなっていう、はい。はい、どうだろう、ボタン押しますか？うん。ボタンも。ないです。黒がありますんで。タスク終わったしな、どうしようかな。まあなるよな。今の話だと十中八九青が怪しいぐらいかな。
まあ個人的にはカメラがだいぶ早い段階で消えたのも気になるんだけど、あ、カメラ、じゃあオレンジがそこでモンパンしてる。よいしょ。タスク終わってないの誰ですか？紫。青は終わってます。水色も終わってるんで、じゃあオレンジも終わってます。黒も終わってるんで、多分紫さんかな？そしたら。うん、じゃあそしたら水、記憶力一番ある方誰ですか？難しいこと。いやー、あれですか、カメラ見とけってことですか？ですね。うん、基本あれじゃ紫さんについていけばいいんじゃないですか、サボの時だけ。うん、あー、まあそれでもいいか、サボの時だけ、サボの時以外は。あ、いいのかな、ドサキルさえなければ。うん、ドサキルでも幽霊でタスクやってもらうとかっていうヘルクールありますし、すね、通報して正直5人盤面でタスク勝ちできると思いますけどね。そうですよね、うん、必要は。基本は紫についていって、サボが起きたらそのまま5人で全員で向かって、そうですね、で O2 の時は、紫を含む3人と他2人で分かりましょうか。はい、右と1人です。おお、まあ、ね、その時の気分で素敵だ。周りに合わせます。紫、はい、青ともう1人の3人で、あともう片方。じゃあ黒が行きますかね。紫、青、黒で。紫、青、黒。じゃあ O2 の時は。じゃあ紫さんについていきまーす。O2 の時はその3人で分かれましょう。はい、はい。分かりました。はい。はい。よいしょ。矢印出っ放しなんだよな。待っててくれないんですか？待っててくれないんですか？あれ、5人で行動って言わなかった？まあいいや。見失いそうだな。やったーぜー。すみません、閉じ込めちゃった霧島さん。やっぱりビッグか。いやー、ごめんなさい。ごめんなさい。いやー、何にも役立たなかったです。いえいえ、すみません。しかもアリバイないとか本当に。あれは相方さんのサボだったんですね。浮きすぎちゃったかな、ピンクが。そうなんですよ。だいぶ、あのタイミングですね。いや、あのタイミングで青さんなんでストレージ閉じ込められてるんだろうと思って、なんか間違えちゃったんです。不自然だなと思ったんですけど、あ、思いながら。アドミンを閉じ込めようと思ってストレージを閉じ込めちゃったんで。まあすいません。いや、でもちょっと序盤と中盤おとなしくしすぎたかなと。まあ一応シロさん含めて3キルぐらいできたんでいいかなと思って。うわすごい経験値が溜まっていく。レベルが上がっていく。レベル上がりましたね、今ので。ちょこっと上がりました。もう5レベルぐらい上がってますよ。レレレレレレ